イルドライフドームに行きます。コアラと写真を撮ったり、ジップラインとかのアクティビティもできます。入りました。すごい、もうね、ジャングルの中にいるみたい。あとでこういうアクティビティもします。わー、すごい、距離が近いね。はい、こんにちは。あっち向いちゃった。すごい、なんか檻とかないんだね、柵。普通にいるんだ。すごい近い。これはヘビです。アクティビティ結構高さがあるよね。10メートルって言ってたかな。ミッドが3でハイが10。もうこんな感じで、もう、おー、鳥がすごい鳴いてる。ジャングルの中にいるみたいです。うん、鳥がいる。すごいね。すごいね、結構鳴くね。お、コアラがいるのかな、この先に。大きい鳥が結構多いんですよ。ん？ジョジョ？あれだ、じゃあ、おー、そうなんだ。ジョジョ？ジョジョ？ダンス？呼んだら返事するとかないかな？ジョジョ？ジョジョ？あ、でも返事してない？ジョジョ？ほら。あ、名前呼んだらダンスしてくれた？ジョジョ？ジョジョ？すごいね。ダンスしてる。これがダンスなんだね。カメラ目線、カメラ目線くれた。うん。扇風機の風をすごい浴びてる。ね。こちらのコアラは寝てる。あ、起きた。頭かいてる。どっかかいてる。ここにもいた。すごい。おー、ワニがいます。こっちを見てるのかな。チキン、チキン、おー、鳥をあげるみたいで、あ、すごい、見どころだぞこれ。すごい、ちょうどご飯の時間、いい時間に来ました。おお。わ、すごい。うん。They didn't notice. Waiting for me. わあ、すごい。フォレストドラゴン。静かだね。ねえ、アクティビ
ークしてる人いますね。これはすごく楽しかったんですけど、つけるハーネスとヘルメットが汗臭くて、ちょっとそれだけ苦痛でした。見てみるとあんま高そうに見えないんですけど、上に行くと結構怖いんですよね。こんな感じですよ。お、アクティビティ子供がやってます。こういうワニの上を通ったりするんで結構ハラハラします。このドーム全体がこうアクティビティで楽しめるようになってます。このジップライン楽しかったです。土産コーナー、服とかも奥に行ってるね。